ミさんこんこにちは、塾の熊です先日の朝のライブ放送でお届けした、まあ、放送ネタですね、えー、こちらの方 PDF ワードでお送りしますのでご活用くださいませどのようにお使いになっても構いませんまああの値上げがね今年はどん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 起きますんでねその値上げの品目リスト対処策いろいろと考えていかないといけない時に あのビジネスでねお金を稼ぐっていうのはやっぱり単純な方法ではあると思うんですよで私ねちょっとだけ、うんまあ、考え直すところというかね試してみたいことがありましてそれはですねビジネスのの上級者じゃなないいいとやっっぱり投資はできないのかっていう問題これ基本的に私はですねビジネスができないと投資の余剰資金が作れないからまたビジネスの考え方がなければ投資は難しいんじゃないかなっていうこの2点でね やっぱりいきなり投資よりもビジネスを積み上げていってそれから投資の方がいいですよっていうふうに考えてきたんですけどもまあでもね今回みたいなコンセプト、うん、年間で30万円儲けることはできませんかってことなんですよ月に23万です、ね、月に23万っていうと証券口座に30万円入れてそのうちの1割まではいかないんですよね1割弱を毎月 パフォーマンスとして稼げれば30万入れて2万か3万ですからなんかいけるような気がするんですよね昨日っていうのはねちなみにブレイクアウトがうまくいきましたんで、まあ、数十万円1日で利益上げてるんですよでしかもそれはどこでエントリーするのかっていうのを公開してるんですよねだから非常にこれ見てるだけでも簡単に利益取れたんじゃないかなと思います要するにこういうことを繰り返していって年間で30万は 稼いでいけないかなというところなんですけどね。うん。まあもちろんね、これエフエックスの力を熟生さん皆さんがつけないと稼げないってことになっちゃいますけどね。受講生さんがね。うん、もちろんこれアフィリエイトできるようにリンクを作ったりなんとかではできませんけども、誰かからお知らせいただいて購入に至りましたみたいなことを自己申告していただくことによってね、要するに注文フォームから注文をするように、えー、作ることによってアフィリエイトができるようにも。 持っていいいこううとと思まますす、はい、ありがとうございますでね病院の検査結果なんですけどもあまりにも検査が長すぎてこれね実はねもう一回行かないといけないんですよえっ、ー、とねどうですか14日ですか今度は月曜日もう一回行って続きをしなければなりませんその時は結構ね管を体に入れる検査があって怖いんですけどもねまあやってきます私も50を迎えるにあたって まあ今回ね、何もないにしても何かがあるにしても、細かく体を見ないといけないかなと思います。健康診断も毎年受けてるんですけどもね。まあ会社の健康診断ですけども、これもちょっとペースを増やしたりとか、眼検診を受け始めたりとかね、うんもう一息、この体、生きさらばえないと、家族を守れないかなと思いますんで。まあ、金があるだけじゃダメってことですよね。体もなければ。 <laughs> なかなか人を支えていくことはできないのかなっていったことでございます。はい。ダイダロスの方も復活長かったですね。うん。いやステーキングね。はい,い。体もちょっとね、今回のね、ロシアショックでかなり落ちてますけども、でも実際にウクライナの方々みたいに、今日を知れない命みたいに爆弾や空襲に狙われるよりは、こうやって経済で 世界を支える方がまだまだ楽ですね。うん、やっぱり、そんな、戦争で死にたくないですからね。戦争の死なんてのは本当に何とも言えない。何なんだろうかみたいな感じです。うん、いや、平和を望みますよ。特に今回311でしたしね。自然災害っていう強大な敵がいる中で、人間同士で、 なんだか人の土地を奪い合ってる場合じゃないですよねじゃあ今回は以上でございますお送りしたファイルご活用くださいませ値上げラッシュ